できました。7月24日、町田市の鶴間公園クラブハウスでオリジナル風鈴作りの講座が行われました。これは夏休み自由研究大作戦と題して鶴間公園が毎年主催しており、風鈴作りは20ある講座の一つです。近所のお子様方にですね、探究心だったりとか好奇心を刺激するようなイベントを開催するということで始まりました。予約の初日から埋まるイベントがあったりだとか、結構皆様興味関心を持っていただいております。取材したこの日は、地域で絵画教室を営む東海林彩さんが講師を務め、小学生16人が参加しました。参加者は4色の紙粘土を混ぜて好きな色を作り、風鈴の土台にかぶせていきます。声かけられないぐらい集中しています。どんな世界が出来上がるのかな。これもありなんですか。ありです。全然ありです。ありです。家族や講師が見守る中、子どもたちは好きなデザインで思い思いの風鈴を完成させていました。とても素晴らしいと思います。富士山が噴火してる。富士山って噴火できるから。噴火しないでほしいですけど。かき氷。みんなどうですか。なんか自由にのびのび楽しそうに作ってよかったなと思います。自由です。自由です。